どうも、こんにちは、ゆたかです。今回は、じゃじゃんと、こちらです。クエスト3ですね。実はもう、もちろん買いました、クエスト3。ちょっと買って開封動画とかを撮ってみようかなとか思ってたんですけど、ちょっとですね、タイミングを逃しまして、クエスト3買って、今日が11月10日ですね。なんでちょうど 1ヶ月ぐらいですね、クエスト3使ってるんで、クエスト3と、僕はもう1個 VR 持ってます。ピコ4ですね。この2つ、1ヶ月クエスト3使ってみて、まあ、ピコ4も去年の12月から引き続き使ってるんですけども、ちょっと一時期ね、クエスト2に浮気してた時もありますけど、結局クエスト2って、まあ、ピコ4今持ってます。ということで、1ヶ月使ってみて、結局どっちがいいのかなっていったところ、僕なりの観点でお話しできればなと思います。ちょっと持ってるとあれなんで、まあ、ここに置かせていただきますけど、この方がいいかな、もういいか、はい、こんな感じかな。ピコ4クエスト3で、ですね、まあ、結論から言うとクエスト3です。はい、結論、クエスト3を今後メインで使っていきます。メインというか、もうピコ4はですね、メルカリでこの後ちょっと売ろうかなと思ってます。はい、といったところになりますと。で、まあ、簡単にクエスト3とピコ4ですね、比較ざっくりしてみますと、ちょっと昨日ちゃちゃっと調べたんで、ごめんなさい、正確な数字じゃなかったら申し訳ないんですけども、重さ、クエスト3が 515g、ピコ4が 588.5g ですね。なんでクエスト3のが軽いと。で、ディスプレイですね、片目、クエスト3が 2064×2208、ピコ4が 2160×2160。で、CPU ですね、クエスト3がスナドラの XR2 Gen 2ってことで、まあもちろんクエスト3の方がね、発売日が新しいのでいい CPU ですよと。で、ピコ4がまあ XR2 ってやつですね、 Gen 2じゃなくて、だから第一世代なのかなになってます。で、視野角ですね、僕ここはあんま感じないんですけど、まあ、クエスト3が110度でピコ4が105度ってなってますけど、感覚ピコ4の方がなんか広く見えるような気がするんで、まあ、ここはあの実際につけてみてね、数値動向よりもつけてみての問題かなとは思います。で、コントローラーですね。ピコ4のコントローラーが、ちょっと邪魔ですね。ピコ4のコントローラーがこれ。はい。で、クエストがこれと、って感じになってます。で、重さが、クエスト3。こっちが 103g。で、ピコ4が132g って言ったところで、まあ、体感としても、確かにクエスト3の方が軽いかなと思います。で、一応最後比較しとかなきゃいけないところは価格ですね。クエスト3 74,800円です。はい、対するピコ4 49,000円です。で、時々アマゾンで41,000円ぐらいで確か売ってる時があったと思うんで、価格差は25,000円ぐらいですかになりますと。まあ、そのね、価格だけ見ると、ピコ4のこの出来の良さは素晴らしいなとは思います。で、まあ、ここまではスペックの話で、ここからは、ピコ4と、置いとくか、ピコ4とクエスト3の使ってみての、僕の体感での比較になりますと。主な観点としては、8観点で比較してます。で、前提条件として僕の使い方としては、基本的にこれ単体で何かすることはもうほぼほぼないですね。基本的にパソコンのモニター代わりとして使ってるっていった感じになります。ので、ちょっとそこを前提でお願いしますと。で、まず、僕なりの比較観点1、装着感ですね。結論から言うと、これは圧倒的ピコ4です。はい。やっぱこの、何度もですね、僕クエスト2とのなんか動画とかも出してますけど、このピコ4のこのバランス、これはやばいっすね。本当に素晴らしい重量バランスだと思います。対するクエスト3は、残念ながらもう、はい、ダラーンとこんな感じでなってます。で、もちろん拡張のね、あのエリートストラップかのバッテリー付きとかを買えばいいバランスになると思うんですけども、そうするとね、クエスト3が10万を超えそうになるってところでね、僕はこのまま使ってるんですけども、バランス感で言うと、ピコ4の方が、バランス感、装着感の方で言うと、ピコ4の方がめちゃくちゃいいです。あとね、この顔にかかるところがですね、ピコ4の方が、なんか、ゆったりしてて、
ベタって顔全体にくっつかないんですけど、クエストだとどうもね、顔全体になんかベタってくっつく感があるので、ちょっとクエスト3はね、このフェイスクッションを変えることができれば、もっと装着感上がるのかなとは思いますが、装着感で言うと、ピコホノがいいです。で、次。ハンドトラッキングですね。ハンドトラッキングも圧倒的クエスト3です。もうクエスト2の時からクエスト2のがやっぱいいなと思ってました。ピコホノのね、ハンドトラッキングはね、精度が悪いっすよ。本当に。あんま良くない。もう、ほぼほぼコントローラー使わなくてもやっていけるっていうところで、ハンドトラッキング性能は圧倒的クエスト3かなと思います。で、その次がパススルーですね。パススルーはもう圧倒的クエスト3です。もう、昨日この動画撮るように一応ピコ4をですね、1日使ってたんですけど、ですね、なんだろうな、ピコ4のパススルーってなんかちょっと奥行きがつかめないんですよ、ピコ4だと。なんか、レンズが1個なんですよね、そもそもね。で、クエスト3がレンズが3個ぐらいついてて、ちょっと、なんかよくわかんないですけど、まあもちろんこっちの方が XR メインで作られてるので、いいかなっていったところ。なんで、パススルー綺麗かなってところなんですけど、どうもね、やっぱり奥行きがつかめないっていうのと、まあもちろんクエスト3のがね、新しく出た。で、そうなんですけど、画質はやっぱクエスト3の方がパススルー綺麗だと思います。字とかも読める。近くの字は、まあ、割とピコ4でも呼べるんですけど、ちょっと遠いところの字ですかね。例えばこの机からこの奥にですね、本があるんですけど、この本の表紙の字とかも、クエスト3の方がはっきり見えたので、パススルーやっぱクエスト3の方がいいかなと思います。で、次、コントローラー。コントローラーは、ちょっと一旦またどけて、コントローラーですね、圧倒的クエスト3です。もう何がいいかっていうと、ピコ4も別に全然、重さとかはそんな気にならないんですけど、やっぱね、このね、リングがあるなし、この差はでかいっす、本当に。でもリングなしのコントローラーに一回、触れてしまうと、もうね、正直、戻れないっすね。このリング付きのコントローラーには。っていうぐらい、リングなしのコントローラー、最高です。って言ったところで、コントローラーも、クエスト3の方が圧倒的ですね。いいかなと思います。で、価格はさっき言った。で、もうピコ4、ピコ4安すぎます。本当におかしい。圧倒的安さ。で、デザインですね。デザインは、まあ、これは、好みがあると思います。けど、ピコ4です。はい。このシンプルな、このデザイン、最高ですね。なんでこの三つ目なんだろうと思うんですけどね、クエスト3。もう出た時、衝撃的でしたけどね。本当リークされてる画像の通りの、ダサいデザインじゃんと思ったんですけど、うん、デザインはもう圧倒的、ピコ4っていったところで、正直あんまクエスト3のデザインは好きじゃないですけど、なんかもう見慣れました。見慣れたし、被ってる自分から見えないんでいいかなと思います。で、次、アプリですね。アプリさっき僕、基本的にパソコンのモニター代わりでしか使わないっていったところでお話しましたけど、やっぱアプリ面で言うと、ピコ4よりも、クエストの方がアプリはいっぱいあります。ビートセーバーだったりね。まあ、あんまりないですけど。いろいろとあるし、進撃の巨人もリリースされるとかね、噂があるので、やっぱアプリ面で言うと、クエストの方が有利かなと思います。でね、このアプリ面で言うと、iOS、Android と、Huawei みたいな感じです。ざっくり言うと、もうスマホで例えるとそんな感じです。同じようなスペック、ベースのスペックは持ってますけど、やっぱ中の OS、的な OS っていうか、やっぱ、ファーウェイのストアみたいな感じで、やっぱそこが、これもね、ピコ4も親元がバイトダンスって言ってね、TikTok の親元で中国なんで、やっぱそこで、ちょっと弱いかなっていったところはあります。ってことで、まあ、アプリは圧倒的クエストっていうところで、クエストの方がいいかなと思います。で、最後ですね、僕がメインで使ってる、完全ここは僕の企画なんですけど、イマースドっていうアプリが、ございます。多分何回かお話ししてるんで、まあざっと言うと、パソコンのモニター、パソコンの画面を、ここに映せるよといったところですね。で、これですね、ここはかなり差はありますね。まずピコ4のね、イマースドが、なんかハンドトラッキングが、使えない。僕のイマースドのバージョンが、けど、イマースドバージョンなんか一番新しく上げたんですけど、なんか使えなくて、もしかしたらまだそもそも使えないのかもしれないんですけど、っていったところですね。
なんでピコ4は絶対コントローラーがないとそもそもできないっていうところで、まあ、先ほどのコントローラー、パススルーのところとかですね、ハンドトラッキングところかでお話しした通り、コントローラーを持たなきゃいけないっていうところはちょっと煩わしいかなと思います。その点クエスト3は、ハンドトラッキングでコントロールなしで今すぐも遊べるので、めちゃくちゃいいかなと思ってます。で、あとここは、まあ CPU の差になっちゃうんですけど、同じイマースを使ってても、ですね、ピコ4はファンがすげえ鳴ります。ピコ4のファンがここの上にあるんですけど、こっから熱い空気がブワーブワー出るんですけど、やっぱそこはクエストに最適されてるのか、それともやっぱ CPU の差なのかわかんないですけど、クエストからはですね、ファンの音をそういえば聞いてないんですよね。昨日、イマースとピコ4で使ってましたけど、うるせえなと思って、そういえばクエスト3ってファンなんないなっていうのを昨日改めて思ったので、ちょっとこんな感じで、イマース度比較もさせていただきます。といった感じで、トータルですね。ちょっともう一回トータルの前にあれか、ざっくりもう一回戻しますと、装着感はピコ4。ハンドトラッキングはクエスト3。パススルーもクエスト3。コントローラーもクエスト3。で、価格はもう圧倒的ピコ4、おかしいっす。で、デザインもピコ4の方がかっこいいかなと僕は思います。で、アプリ面で言うとクエスト3で、普段使っているマスだとクエスト3。ということで、僕は結論、最初に戻りますけど、ピコ4を、おさらばして、もうメタクエスト3一本で、今後生きていこうかなと思ってます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。メタクエスト3と、ピコ4ですね。これらをですね、まあ、メタクエスト3は1ヶ月、ピコ4は、ちょっと一時期クエスト2に浮気した時もありますけど、もうほぼほぼ1年使ってみての感想ですね。結局、クエスト3が良かったよと。まあね、ぶっちゃけね、クエスト2の時も、アプリとかハンドトラッキング良かったんですけど、パススルーが白黒だったっていうのが一番クエスト2にはまんなかった原因かなとかも思ったりしますね。まあけど結局、僕はクエスト3ですけど、まあじゃあどっちが VR 何するかですね。けどさっきも言ったんですけど、スマホみたいな感じで、もうピコ4は本当ファーウェイみたいな感じなんですよ。ものはいいけど、やっぱアプリとか少ないんで、ピコ4でできることは大抵クエスト3でできるんで、まあ値段差2万5千円しちゃいますけど、あと多分リセール場にもこっちの方が高いと思います。なんで、まあみんなクエスト3買えばいいんじゃないかなと思います。はい。というのが僕の今回の動画の結論でした。ということで、ちょっと10分ぐらいで収めたかったんですけど、長々とお付き合いいただき、ありがとうございます。ちょっとね、まだいろいろと、10月ですね、こいつも、じゃじゃんと、こいつも実は買っているので、ちょっとこいつの話とかも、したいなと思うんですけど、まあ一旦今回は、10月買ったもののクエスト3と、ピコ4の比較といったところでお話しさせていただきました。ではでは、良い VR ライフをお送りください。ちょっとこの後僕もイマースで、クエスト3のイマースでコンテンツ楽しみたいと思います。ではでは。